速報です。今 YouTube に動画をアップロードするだけで大金を稼いでいる人たちがいるようです。インターネットユーザーの実に 87% が YouTube を利用しており、ここには大きなビジネスチャンスが潜んでいます。詳細は説明文のリンクよりご確認ください。ニュースでした。週刊日経トレンディ、こんにちは。日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。はい、まあ、秋の、ね、夜長というとね、読書や趣味を楽しむ時間という印象がありますよね。はい、そんな時にね、ネットの動画を楽しむという人も多いんじゃないでしょうかね。うん、ということで今週は YouTuber についてお話しします。どうぞお楽しみに。その後、YouTube で活躍する映像クリエイターのことを最近 YouTuber と呼ぶんだそうです。はい、そうなんですね。はい、でそんな YouTuber への注目度が高まっているそうですね。はい、人気の、ね、YouTuber が提供する映像というのはゲームの実況だったり、お笑い、メイクの、ね、技術指南だとか、自腹で買った商品のレビューといったものまでいろいろあるんですね。はい、でテレビ番組のような練り込んだものとはどこか違う、その緩い雰囲気だとか、あるいはその一生懸命に、ね、視聴者を飽きさせないようにする姿勢が、ね、スマホ世代を中心に支持されてるんです。なるほど。はい、YouTube を展開する Google も日本の映像クリエイターを積極的に育成支援しています。はい、Google は去年の2月から東京六本木ヒルズの社内にクリエイターが撮影できてワークショップなどを行える YouTube スペース東京というスタジオを開設しています。はい、Google はオンラインで YouTube での視聴者獲得につながるクリエイターハンドブックというのも提供しているんですね。ただ高い支持を得るクリエイターになるにはいくつかの必要不可欠な要素というのがあるんです。はい、それにね、再生回数を増やすためには言語の壁もあるわけですね。うん、最新の技術と情報を提供することでより多くの人気チューバーを日本でも誕生させるということを狙ってるんですね。番組の後半ではネットの枠を超えてテレビ CM やリアルイベントなどでも存在感を増している YouTuber、 彼らについて解説を伺いたいと思います。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は YouTuber がヒットの主役と題してお届けします。多くの登録者数ですとか再生回数を誇る人気 YouTuber には企業も熱い視線を送っているようですね。そうなんですよね。本当に最近 YouTuber っていうのがね、注目されるようになってきたんですね。でネット動画の視聴者層というのは不特定多数を対象にするテレビ CM に比べるとターゲットが絞りやすくて、自社製品を安く効率的に訴求できるから、こう企業も注目してるんですね。なるほど。人気 YouTuber が独自の表現で商品の魅力を伝える映像、まあ、これを投稿することで情報が拡散していくことも期待できますよね。はい、でその情報発信力を期待して商品の発表会やイベントに彼ら YouTuber を招くケースが増えているんだそうです。そうなんです。で、ね、その YouTuber の存在感というのが高まってきたということに合わせて、同じように注目度が高まっているのが MCN、 これはマルチチャンネルネットワークということなんです。これ何かというとね、 YouTuber の作品の、ね、制作支援をしたりビジネスで活用しようとする企業の仲介といったような、その幅広いサポートを行うビジネスなんですね。なるほど。アメリカでは日本よりも数年前から MCN 事業が立ち上がっています。うん、で今年アメリカのディズニーが世界最大の MCN と言われるメーカースタジオ、こちらをなんと5億ドルで買収したことで話題になりました。はい、日本でもね、 YouTuber が動画投稿だけではなくてリアルのイベントだとかにね、活躍の場を広げてるんですね。で例えば YouTuber 界のスーパースターヒカキンさんの場合ね、はい、2010年に公開したスーパーマリオビートボックスをきっかけにブレイクしたんですね。この人有名ですよね。はい、今ヒカキンさんは4つのチャンネルを運営していて、チャンネルの登録者数は8月下旬の時点で430万人を超えています。うん、でこれをきっかけにリアルイベントと連動した企業プロモーションですとか、うん、テレ
ビ CM への起用といったように活動の場が広がっています。はい、例えばですけど時は薬品工業ですね。こちらは4月に九州沖縄地区のコンビニ限定でミンミンスパークリングというねエナジードリンクを発売したんですね。はい、でそのプロモーションにヒカキンさんをはじめとした YouTuber というのを起用したんです。この時は薬品工業ではミンミンダハですとかキョウキョウダハといったこれまでの眠気覚まし系飲料よりももっと若い世代を狙いたいという思惑があったそうなんですね。うん、そのためにネットでの接触機会を増やした方がいいだろうということで YouTuber の起用が決まったんだそうです。はい、でね、このキャンペーンは YouTuber たちが競い合って商品レビューをしてその後に販売エリアの九州に上陸するという設定だったんですね。福岡で実施されたイベントには1000人以上が集まったそうなんですね。でこの関連動画の再生回数は累計で90万回以上だったそうです。うん、イベントには商品のターゲットとはちょっと違う小学生が多かったらしいんですけれども、うん、エリア限定商品なのに全国規模のプロモーションが効果的にできたということでメーカー側はその即効性を評価しています。はい、今後ね YouTuber を MCN が支援するといったことでね大型のイベントといったようにその活躍の場というのが広がっていきそうなんです。はい、なんですがMCN の事業内容だとかそのやり方というのはねいろいろ違っているようなんですね。はい、で企業からビジネス依頼があった時の交渉だったりとか映像作品制作のための機材の貸し出し同じ MCN に所属する YouTuber 同士の懇親の場の設定そしてコラボ提案までと、まあ、非常に幅広いんですね。ヒカキンさんは去年の6月に設立された YouTuber 専門のプロダクション UUUM という会社に所属しています。はい、でこの UUUM の鎌田和樹社長とヒカキンさんというのは昔からの知り合いで、うん、まあ、YouTuber にとっては、まあ、個人で企業と接触したりだとかビジネスを作っていったりっていうのが大変だと聞いたことがこの仕事に取り組むきっかけになったんだそうです。はい、で UUUM にはねヒカキンさんの他にもジェット大輔さん瀬戸康史さんといったような有力なYouTuber が数多くいるんですね。はい、で鎌田社長は会社の設立を決めてチャンネルの登録者数やね再生回数が多い人映像を見て面白いと思った人だとかにはとにかく直接会ってクリエイターの役に立ちそうなことを説明していったんですね。はい、で企業向けの営業も最初は飛び込みで仕事を探してきたそうなんですね。このUUUMの他に吉本クリエイティブエージェンシーこちらは去年の夏からOMOという名称で MCN 事業を始めました。はい、劇場運営などと同じような形で育成型の MCN を目指しているそうです。うん、現在若手タレントと一般人の YouTuber 計184組が在籍しています。はい、あとねクリーク&リバー社の MCN の名称というのはオンラインクリエイターズですね。はい、で撮影場所の提供だとか機材のレンタルといった幅広い分野で YouTuber というのを支援してるんですね。で最近の企業コラボはアニメ作品を手掛ける ABTV ネットワークさんがね制作した大塚製薬の女性ホルモンを補う成分の PR 動画なんですね。はい、若年層向け中心の YouTuber の活躍の場を広げようと試みているんですね。うん、秋には地方自治体の動画制作に興味がある子ども向けのワークショップも手掛けるそうです。子ども向け、うん、あとですねインターネット広告代理店事業を手掛けるオプト、うん、こちらは7月にみんなのメイクという美容動画共有サイトを買収しました。はい、でメイク動画を投稿する女性たちをですねドーガール、まあ、動くガールと書いてドーガールと名付けて、はい、まあ、その研究生を募集する形で MCN 事業を展開しています。はい、まあ、MCN というのはね日本では動き始めたばかりのビジネスなんですよね。でもね早くも課題にぶつかっている事業者というのもあるんですみたいですね。うん、まあ、ある会社によるとすでに活躍している YouTuber をスカウトすることが難しかったですとか、うん、広告単価が低いので、まあ、大量の YouTuber を囲い込んで相当な再生回数を稼がないと MCN ビジネス単体で収益化するのは難しいということだったそうです。うん、まあ、とはいってもね先行するアメリカに比べれば YouTuber を軸としたビジネスというのは本当にね始まったばっかりなんですよね。はい、でそのために MCN 同士の連携だとかこれから人気者になりそうな YouTuber を発掘するといったような育成型の支援ビジネスが増えていきそうですね。うん、
今発売中の本誌日経トレンディ10月号には注目度が高まっている YouTuber について詳しく掲載しています。ぜひチェックしてみてください。パワーピックアップ、今週は YouTuber がヒットの主役と題してお届けしました。